ナヒチェバン自治共和国はアゼルバイジャンの飛び地である自治共和国。過去に王国、帝国、イスラム教国、アセ国などになった経緯から名前は何度も変更されているネシェイバ、ナキチェボンなど。1991年まではナヒチェバン自治ソビエト社会主義共和国としてアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の一部だった。5 5 0 0トルのこの地域は アルメニアトルコイランに接している。首都はナヒチェバン市である。ナヒチェバン市はナクスアナという名前で、プトレマイオスの天動説の中で最初に言及された。ナヒチェバンで見つかった最も古いアーティファクトは新石器時代に遡る。この地域は、紀元前8世紀から紀元前7世紀の間、マンナエウラルト及びメディアに属し、紀元前6世紀には、 アケメネス朝に属した。そしてその後、大アルメニア王国の一部になった。5世紀には、サーサーアン・アサ、ペルシア、623年には、東ローマ帝国、7世紀半ばに、アラブ人に征服され、11世紀に、セルジューク朝の管理下になった。12世紀、セルジューク朝のスルターン・マスウードによって、兄弟スライマーンシャーのアタベクとなったシャムス・ディーン。 イルデニズは1136年に現在のクラガワ流域であるアンラーン地方とイラン高原のアーザルバー・イジャーンの両地方をイクターとして分布され、以降なヒチェバン氏は4代89年にわたってアゼルバイジャンのアタベク政権イルデニズ・朝の中心地としてアーザルバー・イジャーン地方の州とタブリーズやマラーゲと並び発展した。モミネ・ハトゥンの壮大な12世紀のは、 現代の名一番の主な魅力である。イルデニズ・朝の宮廷では、文芸運動が活発化し、ライラとマジュヌーンなどペルシア語文芸の巨匠として、有名なニザービー・ギャンジャビーらが、同王朝の日護のもと活躍している。13から14世紀、この領域は、モンゴル帝国によって征服されて、イルハン朝の領土となり、さらにティムールによって侵略され、15世紀には、 黒羊朝や白羊朝の一部になった。16世紀は、チュルク諸語を使うイスラム王朝のサファビー朝に管理された。14世紀から18世紀にかけては、この地理的位置のためにペルシアとオスマン帝国の間の戦争が絶えなかった。1604年、サファビー朝のアパース一世は、ナヒチェバンとその周辺地域に、衝突作戦を決心し、民族制、 または宗教に関わらずほとんどの地元住民に対して家を捨てペルシアへ移動することを強要した。ほとんどの居住者が元のジュルファの出身だったのでエスファハーンの近隣にニュージュルファと命名された町に住み着いた。ナヒチェバンハン国はペルシアの統治者であったナービルシャーの1747年の死後に出現した。しかし、二つのロシアペルシア戦争を経て、 1828年のトルコマンチャー条約でロシアの所有となり、ナヒチェバン半国は消滅した。その後エリバン半国の領域と融合され新しいアルメニアの地域の一部となり、1849年にロシア帝国のエリバニ県と改名された。ナヒチェバンはロシア帝国のエリバニ県のナヒチェバニ軍となった。 1917年の2月革命後は、ロシア臨時政府のザガフカース特別委員会の権力下にあった。1918年に、ミュサバト島はアゼルバイジャン民主共和国の独立を宣言した。1918年後期、英国の軍隊によってナヒチェバンは占領されたが、1920年に赤軍に占められた後、7月28日に、 アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国は宣言され、その支配下になった。1991年8月30日、アゼルバイジャン共和国の独立宣言後は、その国の一部として、ナヒチェバン自治共和国として、現在に至る。ナヒチェバンの行政区分ナヒチェバンは、首都のナヒチェバン首都7つのライオンの、啓つの行政区画がある。バベクケンジュルファケン、 キャンギャルリ県ナヒチェバン市オルドゥバド県サダラク県、シャフブズ県シャルル県ナヒチェバンは、アルメニアによってアゼルバイジャンの主要地域から離れた飛び地にある、フ不毛の地域である。イランとの境界にはアラス川があり、その反対側の山脈によってアルメニアと境界を構成する。それは非常に乾燥した産地であり、多くの塩埋蔵を含んでいる。地域の主要産業は、塩。 モリブデ電や、鉛等の最高、綿産業、検視宝石、果物瓶詰製造業、生肉業、タバコ製造、穀物、菜園の製作、より乾燥した地方では、牧用も行っている。1990年時点で、ナヒチェバンの人口は35万人であると、推定された。人口の98%は、アゼルバイジャン人である。残る少数民族は、 ロシア人などである。アルメニア人はナゴルノカラバフ戦争によってこの地域から追放されている。かつてナヒチェバン自治ソビエト社会主義共和国だった時代では独自の旗と国章が使用されていたが、1995年11月12日に採択されたナヒチェバン自治共和国憲法では、ナヒチェバン自治共和国の国の象徴は、 アゼルバイジャンのものを使用すると定められている。憲法制定前では、非公式の旗も使われていた。モミネハトゥンビョーナヒチェバンは、史跡の宝庫としても注目されており、歴史的にも希少な建築物が残されていることから、多くの観光客がこれらを目的に訪れる。その中でもナヒチェバン半球殿やモミネハトゥンビョーユシフイブンクーセヤーモーソリアム、ギャルバラーモーソリアムは、 史跡の代表的なものとして今も関心が寄せられている。ジュルファにあるアルメニア人のハチカル、オスアバイジョン、エコノミック・リージョンズ・リパブリックス。2017年1月31日閲覧。オスアバイジョン、HTML ・ナキチェブン。2017年1月31日閲覧。エンサイクロペディア・オブ・ブロックガーゼ・エフロン、ナキチェブン・ナキチェブン、ボリューム V19。 ページ156六オブザ千1911エンサイクロペディアブリタニカハットエンサイクロペディアイラニカアタバカンイーアタアバイアンアーカイブド2007年10月6日アットザウェイバックマシンサルークルーラースオブオスアーバイジョントゥエルフス・サーティンスルーサーケーピアニッシモ890から894エンサイクロペディアイラニカカカンガールーアーカイブド2007年10月6日 アット・ザ・ウェイ・バック・マシンザ・コンスティテューション・オブ・ノック・チャボン・オートノマス・リパブリックハット・ナキ・チェブンフラックス・オブ・ザ・ワールド2017年1月31日閲覧ありがとうございます